ちゃぶ台か、テーブルか、平田織座。私がオーディションで採用する俳優には、3つのタイプがあるように思う。1つは、私に近いコンテクストを持っている俳優。もう1つは、コンテクストを自在に広げられる俳優。そして最後に、非常に不思議なコンテクストを持っている俳優。さてまず、論を進める前に、ここで使われているコンテクストという言葉を解説しておかなければならないだろう。コンテクストとは、直訳すれば文脈のことであり、その単語はどういうコンテクストで使われたの？などというのが一般的な使用法である。だが、言語学の世界では、これをもう少し広い意味で使うようだ。ここで言うコンテクストとは、この広い意味のコンテクスト、一人一人の言語の内容、一人一人が使う言語の範囲といったものと考えてもらいたい。まず私たちは、普通、自分がある言葉によって表明した考えや物事は、他人も同じ言葉によって表明すると考えがちである。例を挙げて考えてみよう。ここに少し足の高いちゃぶ台がある。私は今、ちゃぶ台と書いたが、さてこれをあなたは何と呼ぶだろうか。机と呼ぶ人もいるだろう。テーブルと呼ぶ人もいるだろう。こういった一人一人の言葉の相違をコンテクストのズレと私は呼んでいる。例えば、新婚間もない男性が、そのちゃぶ台のようなものを必要としていて、新妻に、ねえ、あのちゃぶ台持ってきてくれないかな、と言う。妻は、え、ちゃぶ台なんてうちにないでしょ、と答える。夫は少しイライラして、ほら、あの、ちょっと足の高い。ああ、あのテーブルね。うん、そうそう。ちゃぶ台じゃわかんないわよ。ちゃぶ台だろう、あれは。テーブルっていうのは、もっと高いんだよ。何言ってんのよ。ちゃぶ台っていうのは、もっと全然低いんでしょ？違うよ。高い低いの問題じゃなくて、座って茶を飲むのはちゃぶ台なんだよ。高い低いの問題を言ったのは、あなたでしょ？どうしてそう君は、ああ言えばこう言うんだ。あなたの方こそ何よ。結婚するまではもっと私のことを理解してくれたのに。と、なんだか夫婦は危機的状況に陥るのである。結婚したことのある人なら、一度ならずこのような経験をしているだろう。これは人それぞれに、何をちゃぶ台と呼び、何をテーブルと呼ぶかが違うからである。そしてさらに人は、自分がちゃぶ台と呼んでいるものは、他人もちゃぶ台と呼ぶだろうと考えている。これは当たり前のことだ。だってそうでなければ、私たちは言語によるコミュニケーションを最初から諦めなければならないのだから。こういった一人一人の言語の使用法も広い意味でのコンテクストである。ただ、ここでは新婚だから問題があるのであって、これが長年連れ添った夫婦だとこういうことは起こらない。このちゃぶ台のようなものをどう呼ぶか、家族の中に新しい共通のコンテクストが生まれてくるからだ。こうして私たちは、個人を起点に、家族、会社、学校、地域など、様々な社会の単位で共通のコンテクストを作り上げ、言語によるコミュニケーションを可能にしている。さらに、その単位を大きくしたものが方言であり、各国固有の言語であると言えるだろう。それぞれの文化、それぞれの言語に独自のコンテクストがあるように、あるいは、ある地方、
ある方言に独自のコンテクストがあるように、一人一人の使う言葉にも独自のコンテクストがあるのではないだろうか。